江戸時代に作ったお堀の下に我々こういうリング状の地下ダムを作りまして、そこに水を蓄えるという構想です。一つは水位が堤防の高さにまで達し、それを超えた時の勢いで起こる越水決壊です。長期間洪水が続くと、川の水が堤防の中に浸透し、堤防の中を伝って町側へと染み出してきます。その状態が続くと、堤防の強度が弱まり、やがて崩れていきます。これはね、荒川が発展したとき、この辺は2メーターぐらい水が来てしまうという、そういう看板なんですよ。荒川が氾濫されるとするとですね、この辺には軒先まで水が来ちゃうんですね。ゼロメートル地帯ですから、水がはけることがなくて、2、3週間は水の中にいなくちゃいけない。水とか食料がなくなった場合もですね、区は一軒一軒持ってしてくれませんので、我々町会でやっていこうと。やはり治水だけで考えますと水を貯めとけばいいんですけども、それだけのために大きな空間を作るのではやっぱり我々としてはもったいないと思いまして、例えばゲリラ豪雨とか台風の時の大雨もそこで水を吸収できますし、東京の中でもまだカミソリ堤防と呼ばれていたような垂直の護岸がいくつかございまして、そういったところもやはり町としては魅力がある場所に変えていきたいと思っております。